フィリピンで食べたバナナめっちゃ美味しかったです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのスーパーバナナについてご紹介したいと思います。最近ねインスタめっちゃやってて毎日ストーリーで質問を募集してるんですけど、よければインスタの方もヘビ屋のひろあきのアカウントもあるし、うちのお店のアカウントもあるので両方フォローしていただいたら嬉しいんですが、そこでね、今まで行った海外でどこが一番楽しかったですかって質問があって、僕ねフィリピンが楽しかったんです。それは地元の友達5人で行ったフィリピン旅行で、もうねなんかその水曜どうでしょうの100倍ぐらい水曜どうでしょうだったんですが、そこでバナナ食べたんですね。僕バナナ別にそんなになんか果物としては好きじゃなくて、もっとうまい果物いっぱいあるじゃんっていうタイプだったんですけど、なんかバナナあるよって、じゃあバナナ食べるって言って、うまってなった。スーパーバナナだった。日本のスーパーで売ってるバナナも、まあ、美味しいっちゃ美味しいと思うんですけど、なんかもうねフルーティーさが違う。これはもうバナナじゃない、スーパーバナナだって思いました。今日はスーパーバナナをご紹介したいと思いますけれども、こちらが普通のバナナ、ボールパイソン最も人気な種類の一つのバナナですね。なんでバナナっていうかっていうと、まあ、バナナのような黄色と、あともう一個バナナってさ、こう輪切りにすると中になんか黒い粒粒ないです、点々みたいな、それがねほらあるの、点々と。ボールパイソンって成長しても柄自体は変わらないんですね。柄の面積とか模様が変わったりとかっていうのはしないんですけど、バナナに関しては大きくなるとこのシュガースポットっていう、またなんかおしゃれな名前のね、シュガースポットのこの黒点がどん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 増えていくんですね。その黒点の増え方は個体差があって、大きくなってもあんまり出ない子と、もうこれぐらいの大きさの時からバンバンに出る子がいて、結構好みの分かれるところなんですが、僕は結構バンバンが好きですね。これがまあ普通のバナナでしょ。こちらがスーパーバナナ。なんとなく違い分かりますかね。まず違いの一つは薄い、もう淡い、上品な色合いになります。バチッとした黄色のバナナに比べてやや薄紫がかるというか、全体的に落ち着いた発色、薄く淡くお上品なバナナになっていきます。もう一つの特徴としてはシュガースポットが出ない、この黒点の点々っていうのが出ないと言っていいでしょう。この大きくなった時に点々が可愛いっていう人と、いや点々ない綺麗なまんまの黄色はいいなっていう人がいるんですが、もうどうしてもその点々がない方がいいなっていう方はスーパーバナナをお探しになられると良いかもしれません。そしたら大きくなってもずっとこんな感じです。これぐらい色が淡いと大きくなってももうほとんど色変わらないので、その時の見た目のまま大きくなってあなたの成長に寄り添ってくれることでしょう。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンのスーパーバナナっていう種類と、あとはフィリピン現地で食べるバナナめっちゃ美味しいよっていう話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のお試しサービスを行っております。ご希望の方はラット公式 LINE からお試しラット希望とメッセージをください。